Ciao a tutti, sono Adriano e oggi gioco con suo Art of Life, Fatto Bullet e andiamo avanti con la storia. Dobbiamo andare, non ricordo più adesso. Ah, devo uscire. Eccola, c'è qualche giro ancora. C'è da là e solo là, basta. Qua c'è Asuna. Konnichiwa, Rifa-chan. Ikinari sasotte meiwaku ja nakatta?いいえ、全然。期間限定のリゾートスパ、すっごく行きたかったんです。よかった。あとはユウキも来る予定なんだ。やったー！こういうのはみんなで行くのが楽しいですしね。そうよね。たまには女の子同士でゆっくりしなくちゃ。ごめんごめん。遅くなっちゃった。待った？ううん。私たちも今来たところだから。それじゃ。行きましょうか。うわ、結構混んでる。 GGO って女の子少ないイメージだったけど、ここにはいっぱいいるね。女の子はみんなお風呂大好きだもんね。もしかしたら GGO の女の子がみんな来てるのかもしれないよ。なんかいろんな温泉があるみたい。楽しみだな。よーし、急いで着替えちゃおう。もう immagine dai. オーソドックスにこっちの薬湯から入らない。みんなで賛成。お湯が緑色だよ。ユウキ、ゆっくりね。いい気持ちいい。本当ですね。リズさんもシリカちゃんも来られたらよかったのに。そうね。シーノノンナ。今日は忙しいらしくて。また今度はみんなで来たいね。いいね。強いエネミー倒した時とか、大きなイベントの後とか、そういう時にみんなでお風呂に入れたら最高だろうな。あ、いいかも。今度企画しようよ。みんな。そうだね。だったらお弁当と飲み物も用意して。ハスナ、それじゃピクニックになっちゃうよ。あ、そっか。なんか楽しくなっちゃってつい。ピクニック楽しそうですね。エネミー討伐兼ピクニック兼お風呂にしましょうか。盛りだくさんだね。それじゃあいつにしようか。明日？今週末？そんなに慌てなくてもしばらくは空いてるみたいよ。みんなの都合を合わせて決めましょう。はーい。その辺の調整はアスナに任せた。私も楽しみ。ho un'immagine perché livello è Asuna. Ecco. Incredibile, grazie. Livello 3. Rango 3.Adesso abbiamo tutte le chiavi, adesso andiamo a prendere le cose. È più facile usare la mappa. Non vedo mai. Per prendere la seconda chiave usate questa arma Lupus 2, che è una bomba, la madonna, che contro il robot gigante, un Buddha, cos'era, cosa là, cosa qua, lo battete come non so cosa, vabbè. La Golia, roba brutta. Ikimasu.
Basta, sei qui tu, devo andare. Porca puttanella. Sfera rubella. Pezzo di macchina d'aria, lasciate. Debet Kaitos. C'è Kirito, ci sono due. Kirito, dove sta? Totzen zenin shugo natte. Questo Kirito boss tombat desu ka? Sore tomo daikibo quest to ka? Ah, jitsu wa totzen de warui in da kedo. Minna shibaraku GGO ni login shinai de hoshii. Sonna SBC Flugel no kouryaku wa dou suru no? Dou iu koto kashira? Mochiron相応の理由はあるわよね。ぜひ聞きたいな。納得がいく事情があれば考えるけど。キリト君、また何か大変なことに巻き込まれたの？違うよ、アスナさん。キリト君は自分から首を突っ込むんだよ。そうね、シャキシャキ吐きなさい、キリト。洗いざらい全部いつものように。俺ってそう見られているのか。パパの今までの行動を統計すると、ママやリーファさんたちが言っていることは正しいです。なるほど、参考になります。私もそのデータが欲しいです。ユイやプレミアまで。まあアスナたちが正解なんだけどさ、ある人物から連絡があったんだ。 GGO で不穏な事件が起きているってさ。ある人物？訳あって誰かは言えないんだけど、昔ある事件をきっかけに知り合ったお役人でさ、 VR ゲームには詳しくないからってたまに調査を頼まれたりしているんだ。役人？それって警察とか？まさかキリトさんってリアルでは偉い人なの？そんなことないよ。俺はあくまでも善意で協力している一般市民さ。これから話すことは機密情報なんだ。本当はみんなが GGO を離れていてくれればいいんだけど、それだけじゃ納得できないよな。だから依頼を引き受ける条件として、君たちに情報の一部を話す許可を得ている。家族や仲間にも言わないでほしい。約束してくれるか？分かったわ、約束する。先日死亡事故が2件起きた。どちらも一人暮らしで、発見が遅れたせいで死体はだいぶ傷んでいたけど、司法解剖の結果死因は急性心不全と判断された。二人とも VR ゲームをプレイ中に死んだそうだ。ゲーム中の不幸な死というわけね。ああ、不幸な事故と言えるだろう。だけど彼らはあるゲームのトッププレイヤーだった。つまりあるゲームって GGO なのね。正解。ランキングに入っているプレイヤーだから。知っているかな、ゼクシード。それにウスシオタラコという名のプレイヤーだ。ゼクシードってこの前 MMO ストリームに出ていた人でしょ？銃で撃たれた。そいつはデスガンと名乗らなかったか？ええ、デスガンと名乗ったわ。確か拳銃を持っていたはず。ウスシオタラコもそのデスガンに撃たれた直後、急にログアウトして音信不通になったらしい。そうか、君たちも目撃していたのか。何か他に覚えていることは？アバター名はプライバシー機能で隠されていたよ。顔はマスクで全体を覆っていたのでわからない。身長はクライン君と同じくらい。細身のよく鍛えられた体をしていた。それとあいつが使っていた拳銃は僕のこれかな。これがデスガンの銃。シノ、シノさん、どうしたの？シノ、大丈夫よ。私たちはここにいるわ。ごめん、少し気分が悪くなって。うん、そうだね。疲れているんじゃないかな。あ、ほら、行こう。横になった方がいいから。アスナはキリトの話を聞かないと。あとは、分かった。お願い。話が。ユキさん、私も手伝います。私も付き添うわ。さ、こっちに。仲間なら心配すべきだろうけど、
事情は聞かないでおくよ。シノンちゃんは急に具合が悪くなった。みんなありがとう。悪いけどシノンにもそう言っておくね。気にするだろうから。キリト君、さっきの話だけど、まさか GGO で殺人が起きたとでも言うの？ GGO の使用、そしてアミスフィアの性能から言っても人を殺すことは不可能。そうよ、 GGO はソードアートオンラインじゃない。だけど二人死んでいるんだよね。それもデスガンに撃たれた直後に強制ログアウトして音信不通だ。え、じゃあ何？ GGO で殺されちゃう可能性がある。でもどうやって？アミスフィアは安全なんでしょ？だけどキリト君は可能性があると思っているんだよね。だから私たちに当分ログインするなって言ったんでしょ？あくまでも万が一の可能性を考えてだ。俺たちの知らない抜け道があるのかもしれない。私はしばらく GGO を離れてもいいよ。ただしキリト君も一緒ならね。俺は調査があるから残るよ。デスガンが何者か、その目的を突き止めないと。でしょ？だから私も残ります。うん、キリト君一人残すわけないじゃない。クレハさんたちは念のためしばらく来ない方がいいと思うけど。その結論を出す前にデスガンの目的は何なのかが気になるな。今のところ有名プレイヤーを狙っているようだ。デスガンが大勢のプレイヤーの前で裁きとか力といった発言とともに特定の個人への恨みではない？そうだね。僕が見た時もゼクシード個人というよりはもっと、証拠はないけれどトッププレイヤー狙いの可能性が高いか。そうするとこの中ではキリト君、アスナ君、シノン君、ゼリスカ君についでに僕もかな。そして君だ。驚くのも信じられないのも当たり前だよな。俺だって GGO で殺人が起こせるわけがないと思っている。ゲーム内からの干渉で現実世界の人間の心臓を止めることはできない。あくまで偶然の一致、それが俺の結論だ。でもデスガンの存在が気になる。音声の録音データだけ聞くことができたんだけど、デスガンからは本物の殺意を感じた。本物のねえ。今後のことはよく考えてほしい。俺はここで待っているから、結論が出たら教えてくれ。みんなも迷っているみたいだな。君が相談に乗ってあげてほしい。 Andiamo in giro. Oddio mio, dai, parla con chi? Con tutti? ねえ、ちょっとどういうことなの？なんでゲームで殺す？それに、なんでキリトさんがそんな情報を知っているの？シノンも様子がおかしいし、なんか頭がごちゃごちゃよ。わかってるわよ、私もキリトさんを信じているわ。ごめん、確かにパニックになってたかも。アスナたちは冷静だったのに。すごい人たちってこういう時も違うのね。なんか、うんうん、独り言気にしないで。で、私は GGO から離れたくない。 SBC フリューゲルを絶対に一番にクリアしたいから、デスガンが出てきたら返り討ちにしてやるわ。だけどあんたはアファシスの件もあって顔が売れちゃってるからね。無理に付き合えとは言わないわ。万が一あんたが狙われたら、ありえないはずだけど、そんなの考えたくもないもの。答えは出たかい？みんなの話も聞いてみてくれ。私がどうするか？いつも通り GGO に来るわよ。だって GGO で人が死ぬわけないもの。絶対にありえないから。ソードアートオンライン事件の後、 VR 関連の技術者は徹底的に検証を行ったわ。社会が VR を悪とみなし否定する中で、絶対の安全を謳って生まれたのがアミュスフィアなの。もう二度と
ソードアートオンラインのような悲劇を生まないため。もちろんソフトウェア面、ゲーム運営側も安全確認を徹底しているわ。 GGO だって外部向けの連絡先は非公開だけど、ゲーム内でのユーザーサポートはしっかりやっているでしょ。だからキリト君の懸念は理解できるけど、私は GGO を離れないわ。そうね、仲がいい友人が関連の仕事をしているの。だから GGO が安全だと私は確信しているわ。あらない、おい、僕の考え？そうだな、少し外に出て話さないか。さすがにデスガンに今すぐ襲われるわけではないだろうし、総督府前の広場で待っているよ。答えは出たかい？ま、lui sta fermo e parla。Lupus più più volte questo te. Dove sei? Saltare, no? 以前からただのゲーマーとは思っていなかったけど、キリト君という人物は何者なんだろうね。おそらく彼は殺人事件にデスガンが絡んでいると直感しているのだろう。つまり否定しながらもGGO で殺人が起こりうると思っているのさ。それでも冷静だし、自ら動いて事件を解明しようとしている。平和な日本で生きている人間とは思えないんだよ。僕は平和な日本で生きている人間ではないから、実はなんてね、冗談だよ。まあ修羅場慣れはしているかもしれない。これでも人に裏切られて死にかけたり、裏切って刺されたり撃たれたりとか、毒盛られたりとかだから冗談だって。君は人の話を鵜呑みにしすぎる。もう少し疑った方がいいよ。キリト君の話に戻そうか。僕はアスナ君たちの方に驚いたよ。死ぬ可能性を知っているようなのに、それでもキリト君と一緒にいることを選ぶなんて。ああ、キリト君のモテぶりを悲願でいるわけじゃないよ。アスナ君たちはね、死というものを認識していると思うんだ。彼女たちには信頼だけじゃない、覚悟がある。どうしたらそんな関係が作れるのだろう。そんな優しい目で見ないでくれ。僕は別にそういう関係が欲しいとは思っているわけじゃない。そもそも信頼 100% の関係なんて GGO で殺人が起きるよりありえないよ。アスナ君たちはとても仲がいいけれど、絶対裏ではキリト君をめぐって苛烈な争いが起きているはずだ。でもしばらく一緒にいるけど、そんな気配が全く感じられないんだよな。それにしても
優しいな君は。冗談 50% 嘘 50% の僕の言葉に共感してくれるなんて。君はきっと平和な国に生まれ、命の危険もない生活を送り、穏やかな日々を過ごしているのだろうね。僕はね、そんな世界には退屈しかないと思っていたんだ。しかし、取れないブドウは酸っぱいだけかもしれないと思い始めている。ああ、ごめんごめん。何の話だっけ？ GGO を続けるかどうか。僕はデスガンなんか何とも思わない。ああいう毛質にとらわれた輩はよくいるし、対処法はわかるから。ただね、今はキリト君や君たちを見ていたいな。話の結論までやたらかかったな。な、君は周りがどんな意見だろうと自分で判断するだろう。だからこれでお別れにならないことを祈っている。なんてね。たかがゲームさ、気楽に考えればいい。ただし僕はデスガンなんか何とも思わないとは言ったけど、 GGO で殺人は起こらないとは言わないよ。キリトミスロット一個読めなんて言ってるよ。グナットとジョガラ GGO にアフェッタシンソーデルイヤ。みんな GGO に残るのか。まああくまでも万が一の可能性だからね。ただデスガンはなんとなく嫌な感じがするんだ。はっきりとした根拠はないんだけど。だからできるだけ外に出るときは誰かと一緒に行動してほしい。君もアスナやシノンたちを気にかけてくれると助かる。俺は当分地道にデスガンの情報を集めることにするよ。奴のアバター名が分かれば知り合いがザスカーに紹介してくれるんだけど、プライバシー機能で隠されているとな。どうやって奴を見つけて近づくか。あ、もし君たちがデスガンを見かけてもむやみに近づくなよ。俺にメールをくれればすぐに行くから。ありがとう。俺も無理するつもりはないから心配しないでくれ。それ、みんなのログイン時間は攻略に当てて、夜中は情報収集をして、うん、平日の昼間に睡眠時間を確保できるから問題ない。その辺はぼちぼちやるよ。うちには食事をちゃんと取らないとうるさい妹もいるし。あ、そうそう、アスナたちも全員変わらずログインするって言ってたよ。俺のお目付けもあるだろうけど、やっぱり攻略に参加したいみたいだ。デスガンへの警戒は必要だけど、みんなで SPC 振り受ける最速攻略を目指そうぜ。Vai botar de ouro.
っと、リアルの方がね。今日は早めにログアウトしなきゃ。お姉ちゃんは超難関の国家なんとか試験を一発合格したんだって。おめでとう。もちろんそうよ。私のお姉ちゃんはね、美人で頭が良くて運動もできて、もうなんというかパーフェクトなんだよね。平凡な妹にもすごく優しいし。完全には理解できていませんが、すごい人なんですね。すごいどころじゃないって。もうみんなのアイドルよ。お父さんもお母さんもお友達もみんなお姉ちゃんに夢中なの。あの人の妹なんて羨ましいって。そんないいもんじゃないのにね。そうね、せっかく GGO にいるんだもの、リアルのことなんかで腐ってちゃダメよね。でもちょっと不思議、あんただけはいつも私を構ってくれるのよね。お姉ちゃんの都合で家族が引っ越すことになった時も、みんながお姉ちゃんをお祝いする中で、あんただけは残念がってくれた。うむ、大変よろしい。さあ時間まで狩りに行こう。明日も一番でログインするから、あんたもちゃんと来なさいよ。ファイト、オンですよ。オーディオミア、faccio pallo con l'uta per salvo, mi fermo. Era qua, non mi ricordo più. Dove sei? Zeliska. パーッと難関クエストでもやりに行きましょう。マガジンを持てるだけ持って全部打ち尽くしたい気分なの。大人の女性は大変なんだもの。時には溜め込んだ殺意を仮想空間で爆発させなければならないくらいに。何を言っているかわからないけど、ちょっぴり怖いです。マスターはストレスを溜められているのです。ストレスは適宜発散しないといけないのです。そうなのですね。ストレス、とても危機的な状況です。ああ、レイちゃんの天然プリとデイジーちゃんの冷静なツッコミ、可愛い子二人の会話は癒されるわ。マスターのストレス軽減のお役に立てるなら、私もとても嬉しいです。役に立ってますとも。はあ、世の中嫌味しか言えず、建設的な提案ができない、陰険嫌味上司なんて全て灰にしてしまいたいわ。能力主義を歌いながらも、そういう無能な上司をのさばらせる会社にはグレネードを見舞いしたいわね。せっかく次のアップデートのためにいいアイデアを思いついたのに。ああ、今のは失言だったわ。リアルの話なんてマナー違反よね。そんなことないのです。辛いことがあったら言った方が良いですよ。どんなお話でも私に聞かせてください、マスター。ありがとう。でも大丈夫よ。リアルの嫌なことなんて GGO で銃をぶっ放せば全部消えてしまうから。正しい判断ね。さあ今日の獲物を探しに行きましょう。今週ちゃんとウセパリアー、nella tua stanza, quindi ci aggiorniamo. Ok.
ho parlato in pratica. Stanza. Ma sì, dai. Vento sferzante più più. Basta. Iroiro arimashita ga sorosoro card key shushu o saikai shimashou. Card key o zenbu soraete ano rokko ga kakatta tobira no tokoro ni mukau desu yo. Master no tansaku pace wa nakanaka no mono desu. Kono mama no ikyoi de susumeba Yume player no nakama iri desu yo. Alleluia. Raggiungi il margine del bosco. Ok. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al prossimo video. Ciao!